肉じゃがとか酢豚とかを作って振る舞ってくれるというほんわかシチュエーションで黒子様の一言甘いおかずってご飯が進みませんよね <laughs> 怖い <laughs> せっかく作ってくれたのに加 <laughs> 君美んがうわんかリアルきついですねこれ,これリアルこれなんかう <laughs> わわ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 わぞうわわわわわわ あーこれかわいそう鏡。うわーだらね、なん、ね、かね着台をねほら「はい、こんなの口に合うか!」とか言ってぶっくら返すとかならさはい、はい、なんかまだ「おいマジかよ!」とか言えるけど、はい、なんか「甘いよかずってご飯すみませんよね」とリアルに言われると「えっいやあっんかち<ょ>なんかごめん」み <laughs> <laughs> くいな。 いや、怖いな、真っ黒子。あれ、このコーナーやべえぞ。怖いですね。ええ。ええ<次>、ちょっと、ちょっと、中和証拠じゃ、中和証拠。はい、ええ、どれ、あ、もあんま中和になってないかも。ええと、次のお便り、こちらでございます。はい、ええー、黒ラジネーム。<laughs> 叩いて。かぶって。ジャケポぽん。<laughs> あ、これ、何かっていうと、あの。<laughs> 小野大輔さんと神谷さんの。はいえー、ラジオに、僕がお邪魔した時に。なん、はい、か、おしゃれな音楽をバックに。はい、何を。 でも、はい、おしゃれに聞こえるっていう変なコーナーがありまして、はい、その時に俺がつい言っちゃった言葉がこれだったんです <laughs> <laughs> じゃんけんポーンポーン塗って言っちゃう。た聞いてんなものにしたさあ本編いきますよ、はいえー、受験生なんですけど全く勉強がはかどらないのでそんな私含めそう思っている人たちに真っ黒粉発言をくださいそろそろ勉強したらどうですかそんなんだと

優しいい人って感じそういうことですよきついこと言ってるけどちゃんと応援もしてくれるっていう,うん、うん、いいバランスの黒子様なるほどなるほどはいいただきましたこれはちょい黒子ちょい黒ちょい黒ですねちょい黒子ですねそうそうこれくらいのをね、うん、混ぜておかないと、うん、ひどいことになるからドス <laughs> <laughs> 黒子ドス黒子になっちゃうのはちょっとね危ないんでね、はいはい えちょっとこんなところで中和しておきますけれどもさあ真っ黒いきますよい <laughs> きますえ続いてはこの方、はい、黒ラジネームゆきみさんいただきましたありがとうございます、はい、ありがとうございます、えー、あ新コーナー誕生おめでとうございますありがとうございます,とい,ますということで、はい、新コーナーの発展を願いつつネタを早速考えてみました、はいえー、キセ君から直筆サイン入りキセリョータファースト写真集をプレゼントされた黒子コ様 <laughs> ありがとうございます」と笑顔で受け取りキセ君が帰った後で一言 クロコッチなんて書かれたらオークションに出せないじゃないですか <laughs> ひどい<あ> <laughs> クロ黒こっち」って書いてあって「黒こっちチ絵って書かれてるのを見て <laughs> ああサイン入りなのに「黒こっち」って書かれたらオークション出せないってって、うん、特定されちゃうからね特定されちゃうから <laughs> ひどい 黒いですな黒いですなお金に変えようとしてるやばい黒かったこ中和が中和あでも中和できるのもう俺持ってないややばいですよ怖い怖いやばいなそわそわしますねこれじゃあラストいっちゃいますっちゃいますはいこれがねちょっと紹介をためらうぐらいです来てるんですけれどもさあじゃあってみましょうかこちら黒ラジネーム 黒猫ペンケース一号さんから、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。季節外れのセミがみんみん鳴いていたのでうるさいなと文句を言ったところ黒子くんがそんなこと言わないでくださいとたしなめつつこう言ってきました。好きに泣かせてあげればいいじゃないですか。どうせ7日経てば死ぬんですから。これは本当にひどいですよ。<laughs> これは、ユキさん受けすぎですってユキ <laughs> さん受けすぎです、これドイヒードイヒーですよ、これ真っ黒子もいいところですよ、これ <laughs>